RSK SDGs プロジェクト、瀬戸内から未来へ。このコーナーでは SDGs に積極的に取り組む学校や企業、個人や団体をご紹介しています。さあ、今日はスタジオにゲストにお越しいただきました、富永邦彦さん、美穂さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。お二人はね、玉野市で漁業をされているんですが、それが持続可能な漁業ということなんですけれども、具体的にはどういうことなんでしょうか。はい、私たちは完全受注漁という方法で魚を取っています。完全受注漁、はい、受注生産とかね、そうね、よく注文来た分だけ、はい、作るみたいな ね、はい、それを漁でされてると、これどういう漁なんでしょうか。そうそう、本来漁師は好きな時に好きなだけ魚を取るのが一般的なやり方なんですけど、はい、私たちは注文を受けてから漁に行くという、はい、まさに自然界に受注生産を取り入れました。それじゃあ注文以上の分というか、取れすぎた分というのはどうするんですか。そうですね、必要以上に取れたお魚は全部海にリリースしています。あ、返す、はい、そうなんですね。せっかく取れても、あ、そうです、逃がしてあげると、はい、ということなんですね。これものすごく、じゃあ海洋資源にもね、優しい取り組みですよね、うんうん、そうですね、はい、はい、本当だ、あ、本当だ、あ、逃がしてあげてる、立派な鯛ですけど、ね、ですね、はい、美味しそうな、はい、必要とされた分だけを取るやり方です。どんな魚の注文を受けてるんですか。はい、春はマダイだったりとかヒラメとかコイカが人気ですね、はい、うん、あと夏は、ハモだったり、あと岡山特有のヒラ、あとクロダイなんかが人気だったりします。その時期に合わせて受注できる魚も変わってくるというわけですね。そうですね。そしてね、漁ももちろんですけれども、お二人は冬の時期は海苔の生産にも、ね、力を入れる。そうですか。私も以前ラジオで取材させていただいたんですけど、ものすごく美味しい海苔なんですよ、ね、はい、ありがとうございます、はい、特徴はどんなところですか。はい、私たちが生産させていただいている玉野市宗上という地区なんですけど、はい、こちらが県下最大級の海苔養殖産地となっております。はい、で国見丸は初摘みだったり早摘みって呼ばれる、ちょっと柔らかかったり香りが高い海苔を、はい、扱っておりまして、はい、美味しいと思いますので、ぜひお召し上がりください。はい、今回は代表して坂本君にいただきます、はい、もうね、この時点でいい香りがしてるんですよね。いただきます。輝いてる、うん、うん、パリッパリで、あ、甘い、噛めば噛むほど溶けていく、美味しいですね。最初のパリッと感と、その後のとろっとした食感がね、またこれが特徴ですよね。もう一枚いいですか。ありがとうございます。あ、どうぞどうぞ、これ美味しい、なってる、まあ、気持ちはわかりますどうしてこの完全受注漁という話ね、ちょっと戻りますけど、はい、この形をどうして始められたんでしょうか。やっぱり漁業の世界ってやっぱ働く環境は結構すごい過酷 でまず自分自身が10年後も漁師でありたい、どうやったら10年後も続けられるかなっていうのをまず考えたのと、はい、あと年々取れる魚が減ってきてるなっていうのをもう実際に感じてたので、漁師の皆さん言いますもんね。じゃあそれをどうやって両立していこうかなって考えたときに完全受注漁につながりました。はー、その10年後も続けたいっていう中で、やっぱり今までの形だとちょっと体力的にもかなりしんどかった部分が。そうですね、働く時間がやっぱり以前は16時間とか。16時間、はい、時には働きすぎですよ本当ですね、びっくりした今だっても16時間だったら本当ご飯食べる時間と寝る時間以外はもうほとんど量出てるってことですもんね。そうですね、もうほとんどもうずっと仕事ですね、仕事のために来てるって感じで、はい、まあ、魚を取るためにっていう、そういうことですよね。先ほどでお魚が取れなくなっているというお話もあったんですけれども、うん、はい、魚だけではなく漁業に携わる人たちの高齢化、後継者不足といった問題もあります。はい、農林水産省が発表した資料によりますと、2020年の漁業就業者およそ13万6000人で、2003年と比べると4割以上の減少となっていることが分かります。まあ、どの世界もそうですけども、まあ、やっぱり人手不足というかね、新規就労者が少ないという中で、でもそれさすがに16時間働かなきゃいけないってなったら、そりゃそうですよね。いや、そうなんです、本当大変でした。どうです、この完全受注漁に変えてどれぐらい変わりました。そうですね、まず自らその魚を販売することによって価格が安定して売上が2倍に上がって、2倍、で創業時間が2分の1になって、はい、半分ぐらいですか。そうです、で使用燃料が 30% 削減することができたっていう、すごい効果が。
すごい。ものすごく効率的なね。すごいですね。新しい漁の形。今でも取れる分だけ取って、そうです。やれるだけやってっていう形から、また新しいモデルに、ね、なったわけですよね。そうです。ワークライフバランスの充実もつながったっていう、あ、そうです。ことですよね。はい。もう本当にあの前は、変な話、子供と夫が関わるところを見ないような感じだったんですけど、今では、はい、今ではあの子供と夫の会話が増えたんですね。当たり前のように思うかもしれないんですが、やっぱり漁師さんってそれだけ過酷な条件下で生きているので、うん、はいはい、それがすごくあの私は一番嬉しかったところですね。こうやって遊ぶ時間も、ね、海の上とは違った笑顔もね、うん、でも長靴なんですね、うん、そこはやっぱり履き慣れた靴、これリオの帰り靴、うん、いいですね。いやー、でもやっぱりこのお子さんと過ごす時間というのが、ね、増えるとお父さんも嬉しいですよね。そうですね、今まで子供の保育園の迎えとか行ったことなかったんですけど、はい、もう受注料を始めてから迎え行くようになりましたね。お子さんも嬉しいですね。本当に子供の、ね、成長って日々変わってきますからね。うん、そうです、ちゃんと見られるっていうのは、ね、大きいですよね。いや、本当大きいですね。いや、そしてですね、お二人のこの完全受注料の取り組みですけれども、2023年岡山 SDGs アワード、そしてジャパン SDGs アワードを受賞されて総理官邸で表彰を設けたということで、その様子こちらです。はい、どうでしたか、選ばれた時のお気持ちというのは。いや、もう本当にすごく率直に嬉しかって、あの、嬉しかったですね。すごいな。で、周りの受賞者の方たちは皆さん起業家さんとかであるんですけど、はい、こんなところに僕ただの漁師があの招待されて受賞して、本当にもう僕たちがこう受賞したことによって全国の生産者さんの、うん、にとって夢や希望とか、そして勇気につながったんじゃないのかなって思ってます。本当に受賞式にはお子さんとも一緒に行かれたということで。そうなんです、子供たちと、ね、子供との時間もできましたね、はい、お子さんも貴重な、ね、経験だったでしょうね。さあ、どうでしょうか、これからの目標というのはいかがですか。そうですね、今本当に僕たち生産者のからの、まあ、この言葉になるんですけど、はい、今ある食、あの、食べてるものって全て食材には本当に漁師さんや農家さんたちがあの作ってるんですけど、うん、この国から本当にこれ以上生産者を減らしたくないって強く思ってるので、だからもっとそういう人たち、生産者にスポットライトが当たるような世の中になるように、僕たちもっともっと発信していきたいなと思ってます。はい、まあ、まさにこの漁師の中でも働き方改革と、ね、はい、いうことになるわけですもんね。美穂さん、いかがですか。はい、あの、私たちあなたの専属漁師っていうのをコンセプトにしてまして、はい、あの、本当にお魚だったり海苔だけではなく、現場の声を伝え続けるっていうことに、はい、すごく大事だなっていうふうに考えてますので、はいはい、もう本当に現場の声を届けて、あの、少しでも日本の世の中が、ね、良くなるように活動を続けていこうと思ってます。あの、具体的にはインスタグラムで受注量のことだったり、はい、今だったら、海苔の養殖の様子を発信、はい、してますので、はい、もしよかったらフォローして応援してくださると、はいはい、あの、私たち喜びます。システムはもちろんですけど、そういった思いも、ね、はいはいはい、発信しているということです。詳しくは国見丸で検索してください。インスタグラムもこちら国見丸で検索で、はいはいはい、よかったですかね、はい。今日はゲストにお越しいただきました、富永さん夫妻でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。以上 SDGs プロジェクトでした。